ロメオ・ベルティーニはイタリアの陸上競技選手である。彼は1924年に開催されたパリオリンピックのマラソン競技で銀メダルを獲得した。パリオリンピックのマラソン競技は20の国から58人の選手が出場して1924年7月13日に実施された。ベルティーニは2時間41分22秒6で、 優勝したフィンランド代表のアルビン・ステンロースから約6分遅れの2時間47分19秒6の記録で2位となり、銀メダルを獲得した。彼は4年後の1928年、アムステルダムオリンピックでもマラソン競技に出場したが、途中で棄権している。アスレチックス・アット・ザ・1924・パリ・サマー・ゲームズ。 メンズマラソナーカイブド2020年4月17日、アットザウェーバックマシン。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ。メンズマラソナーカイブド2020年4月17日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。